はい、どうも声業チャンネル TV です。今日はですね、芸能フォーカスです。浅野ゆう子さんを語ります。浅野ゆう子さんっていうと、もう堀越高校在学してた頃に、こうね、堀越の校門がありますね。校門をですね、こうたくさんの芸能人、芸能コースの当時の芸能界を彩った若い歌手の人たちが入ってくるんですよね。こう見てますとね、まあそうそうたる芸能人がこう前に入ってくるんですよ。それをみんなこう校舎の上から眺めてるんですけど、浅野ゆう子さんは一番目立ちましたね。まあ、あの校門に入ってくるちょっと前ぐらいからもオーラが、あの浅野さん背が非常にお高いので、もうすぐわかるんですよね。で入ってくるともうなんか、いやもう別格でしたね、浅野ゆう子さんはね。思い出はね、本当にその校門でいつも見る浅野ゆう子さんの輝きというのは私は忘れられない思い出なんですよ。浅野ゆう子さん、1976年ですね、私の父が監督した恋の空中ブランコという林浩子さん主演の映画で、ご出演されたんですよね。実は当時私、浅野ゆう子さんはもう中学生の頃から目に留めてて、この日本人離れしたこの抜群のスタイルと、そして声とね、そしてこう笑った時のあの美形でありながら笑った時のあのギャップというのがね、非常に私好きで、父に浅野ゆう子っていうちょっと背の高いんだけどこうモデルさんみたいな綺麗な人がいるよっていう話をして、でそれからもうあっという間に父が、浅野ゆう子さん、浅野ゆう子君を使ったよっていう話になって、恋の空中ブランコでしたね。サーカスの中でですね、バイクを乗る、役でしたね。このバイクを乗ります。またバイクのスタントはね、スタントマンはもちろんバイクを動かすときは演じるんですけど、これバイクにこう乗った時の浅野さんがまたかっこいいんだ。これはもうね、忘れないんですよ。林浩子さんもね、本当にこの映画は私はもう林浩子さんともご縁が深くて、印象になるんですけど、その浅野ゆう子さんは私は中学の時に父に言ったのがご縁でね、まさか僕堀越で、私1年の本当に冬も、2年にちょうど変わるぐらいのもう頃、僕は堀越に転入しましたから、そこで浅野ゆう子さんとね、まさかね、お会いするとはね。いやでも3年生でいらっしゃるんだろうなと思っていて、あの昼休みになると、あの堀越ってあの食堂があって、食堂で食べる人と、お弁当を買うお弁当があるんですよ。買うお弁当を教室で食べる組と食堂に行く組が分かれてて、で食堂に行きたい人たちってのは食堂に行った後に帰ってくるときに必ずアイスクリーム売ってる売店があるんですよ、学校の中に。そこのね、アイスクリーム屋でね、よく浅野さんにお会いしたんですよね。でね、僕はたまたまそれで堀越の、その僕がまだ1年生の終わりですよね、浅野さんまだ3年生だったんで、真横でアイスクリーム買ってられたんで声かけたんですよ。浅野さんすいませんっつって、いや実はあの父が空中ブランコって映画を撮ったんですけど覚えてらっしゃいますかって言ったら、息子さんなの、やだーってバーンって蹴られましたやだーってバーンって蹴られましたいやでもやだーもう、いやお父様によろしくって言って、それから、学校で会うとね、いつも先輩なので挨拶、もうすぐご卒業されちゃいましたけど、
そんな思い出があって、とにかくね、ひときわ目立ってた浅野ゆう子さん、今もねインスタグラムでお元気な姿、まだ、どんどんご活躍されて枠が似合ってね、素敵な浅野ゆう子さん、今日は語らせていただきました。浅野ゆう子さん、ますますご活躍ください。ご視聴ありがとうございました。Shining bright in the rain times I'm landing in the stars Lustral in the heart Tonight is keeping soothed and truly guiding my heart This puzzle continue for you through the sun Sing, get me through